最後の曲がこれで、これで東京出てきちゃったね。実はこの後の曲あんまり知らなかったりするんですね。というわけ でかつあの田舎で貧乏学生で貧乏高校生で CD とかアルバム買えなくて、あのアルバムって持ってなくてですね、実は自分自身の唯一の CD が実はこのオフコースはね、ネクストだったりするんですよ。それくらいちょっと思い入れがあって、あのちょっと今日はネクストを選んでしまいました。今の感じはバンドの皆様の力が本当に偉大だと何を聞いてるのか全然聞いてる。いやいや、ドラミさんのボイスもなかなかそれ面白いな。ネタじゃないですか。ネタ食ってたんじゃないですか。Yeah.
野崎さん、佐々木さん、中島さん、坂本さん、岩さん、ありがとうございました。